石井光子君日本維新の会希望の党の石井光子です、えー、本日ですけれども日本維新の会はこの民法の改正の一部改正する法律案につきまして反対の立場を取っておりますがあの、えー、本日はその反対する背景に ある点を整理してて質問させていただきます今回、30年以上かかって、その民法の見直しがなされたということであればです、ね、現時点での日本社会において、子どもの幸せを考え、特別養子、縁組、制度がどうあるべきかということについて質問してまいります。そのの中にに我が党の反対について疑問を を感じた点が含まれていると思いますので、よろしくお願いいたします。今回の,その改正の第一の目的が、その虐待にあっている子どもたちを、とにかく速やかに救っていくことができるかどうかなんでございますが、そこの点について、そのデータの取り方で質問させていただきます。厚生労働省政府参考人の方に お伺いしますが先ほど、午前中に小川敏夫議員からも質問が出ておりましたけれども、その、えー、虐待のデータの取り方なんですけれども、児童養護施設等に虐待を受けていた児童が多く、多数入所しているということが、まあ、今回の民法改正の背景にあるわけですけれども、先日の参考人の方からのご意見を聞いておりますと、まず虐待 あの児童虐待自体が過去より増えているのか、あるいは相談件数が増えているだけなのか、もっと言えば、えー、以前から児童虐待は多かったと言えるのか、児童養護施設に入所している子どもたちが虐待が多いのか、こういうのをあの一つずつデータがあるのかどうか。 お知らせいただきたいんですけれども、通告してありますのでよろしくお願いします。委員長、お答え申し上げます。えー、まずあの児童虐待自体が増えているのか、相談件数だけが増えているだけなのかというふうなあのお尋ねがベースとしてあったかと思いますが。 平成29年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数は過去最多の13万3778件でございまして、これは平成12年、児童虐待防止法が施行されたわけですが、その前の直前、平成11年度と比べまして、約11.5倍となっております。 ただ、あの虐待自体が、まあ、増えているのかというふうなことについては、まあ、必ずしも確かに明らかではなく、まあ、引き続き分析が必要ではあると考えておりますけれども、あの平成27年7月から開始をした児童相談所全国共通ダイヤルの3桁か、いわゆるいち早くの189の広報ですとか、まあ、マスコミなど事件報道によって、国民の皆さんや関係機関の意識が高まったことですとか、 あるいは警察をはじめとした関係機関との連携が強化をされたということに伴う通告の増加なども影響して、まあ、重篤な状況に至る前の早期につながっているケースも増えているのではないかという,ふうに思っております、まあ、ただ、その一方で,です、ね、あの子どもの安全確保のために一時保護にまで至ったケース、まあ、これを見ますとあの相談件数の伸びほど急激な伸びではございませんけれども 過去10年間で、まあ、10年前は1万869件でございましたけれども、あの直近では2万1268件、約2万件強というところまで増えてきているというところでございますので、まあ、こうした状況から見れば、あのなおやっぱ深刻な状況であろうというふうにあの考えております石井光子君。 高まっているということ、それから意識が高まっているということ、そしてこの申告に至る前に、救出することが必要であるということの、そういう意識が高まってきているので、今回の,その法の改正は、それにこう押されて変わってきた、社会的な意識の変化に伴って、民法が変えられたということである、これはそうだと思うんですが、最後の質問ですが、児童、えー、施設 施設でに入所している今の子どもたちは、虐待によって入所したパーセンテージでもいいんですが、数が多いのか、全国的にどうでしょうか藤原市長失礼しました。お答え申し上げます。 えー、現在あの、児童養護施設に入所をされている子どものうち、虐待を受けているお子さんが約6割おられます、まあ、入児院,院の場合では約、約同じ数字ですけれども、入児院の場合では約4割というふうになってございます石井光子君。6割、入児院が4割、とこの、えー、統計から見ますとです、ね、ものすごく日本で逆あの実親から虐待が増えている子どもたちが、 急にここに来て増えてきたから、これは社会の変化に伴って、なんとか民法も変えていかなきゃならない、皆様よくご存知だと思いますが、法律の中で基本になる法律ですので、そうちょくちょくは変えられないんではないかと、私、大変素人なんですが、そう思うんですね。ですので、今回は、こういったあの社会の意識の高まりから変わってきたものだと考えていきます。そうなりますと今度は厚生労働 省のの政府参考人の方にお聞きします、えー、虐待の定義です、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、これ無視ですね、でその心理的虐待とこう書いてある中の民法817条の6、虐待、確固閉じ、悪意の意気というのは、これは定義はどうなっていますでしょうか。これ法務大臣 お,お分かりなあ失礼しましまたせ、えー、厚生労働大臣はあ、ごめんなさい、厚生労働省の方じゃなくて、これは法務省の政府参考人の方にお伺いいたします。小野瀬民事局長 私の方からの民法におけるその虐待の、あるいはその悪意の域の定義について申し上げますと、あのごあの今、ご指摘いただきました民法817条の6でございますけれども、これはあの虐待というのがございますが、これはあの身体的または精神的に過酷に取り扱うことを意味するものでございます。また、その悪意の域といいますのは、これはあの正当な理由がないのに、著しく看護・養育の義務を怠ることを意味するものと解されております。 石井君そうなりますと、やはり同じく817条の6に書かれております、その他、養子となるものの利益を著しく害する自由というのは、これまでどんな自由がございましたか小野生民事局長、えー。お答えいたします。 この先ほど述べました817条の6の父母による虐待や悪意の域がある場合これはあの養子となるものの利益を著しく害する自由がある場合の典型例であると言えますけれどもその他の場合として考えられるものといたしましては虐待あるいは悪意の域にまでは該当しないけれども子どもの健全な養育の著しい 妨げとなる自由がある場合でございまして、例えば、子どもが父母から放任されていて、その結果、子どもの利益が著しく害さ,れて害されている場合などが考えられるということ,と,いうことでございます石井光子君。放任ですね、そうしますと、実の親から今度は、えー、虐待を予防する施策というのがあるはずなんですが。 実の親からの虐待を予防する政策というのをちょっと整理してお願いしたいんですが、厚生労働省の政府参考人の方にどのようなものがあるかご紹介いただけますか。じわらし長、答え申し上げます。あのそもそもあの虐待をする親のまあ背景でございますけれども、あの私どもあの職員用に自治体の職員向けに作っております子ども虐待対応の手引き。 の中では保護者が子どもを虐待する要因といたしまして子ども時代に大人から愛情を受けていなかったとか生活でのストレスが積み重なって危機的状況にあるとかあるいは社会的に孤立化をして援助者がいないとかそれから、予期せぬ妊娠など親にとって意に沿わないような妊娠であったとかそういうふうな状況の要因があるという,ふうなことですとかそれから私どもの社会保障審議会のもとで専門委員会を立てておりましてその中で死亡 死亡事例の検証も毎年行っておりますが、死亡事例のにおける加害をや、養育者の心理的、精神的な問題とし、ま、いたしまして、やはり育児不安とか、養育の能力の低さ、まあ、こういったところがかなりの割合を占めているということが分かっております。 でこのような観点からあの児童虐待をこう減らすというためにはやはりその予防の観点が重要だろうというふうに考えておりまして、まあ、孤立しがちな子育て家庭を、まあ、できるだけ早期に発見をして、まあ、具体的な支援につなげていく必要があろうかというふうに考えております、まあ、こういった観点から妊娠期からの必要な支援につなげられるように切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援センターの設置促進ですとか予期しない妊娠で悩む妊婦さんに対しまして女性健康支援センター 事業とということでまたあの、まずはあのお子さんが生まれたときの乳児のまあ全校訪問ですとか、こういったことについても取り組んでいるところでございます。まあ、先ほど申し上げました、あの全国共通ダイヤルの189の周知ですとか、こういったことについてもま取り組んでいるところでございます。まあ、こうした取り組みによりまして、子育てに悩み、孤立しがちな家庭を早期に発見をしまして、まあ、適切な支援につなげていきたいというふうに考えております。 そういったことがなかなか効果を出していないから、こういう状態になっているんだと思いますが、午前中にも伊藤孝恵議員や小川敏夫議員からも、えー、ご質問が出ておりましたけれども、子どもが親を選べるかということについて、子どもの権利がなければ親を選べないのだという、この視点に,、えー、視点に基づいて質問をさせていただ,くいただきます、えー。個人的な興味ががああるるところでもあるんでもんすが えー、法務大臣、趣旨説明で特別養子縁組を成立させることにより、家庭において養育することが適切な子どもも少なくないと指摘されておりますと、こう書かれてあるというか、述べていらっしゃるんですが、ちょっと文章がよくわからない、家庭において養育することが適切でない場合というのは、どういう場合なんでしょうか。山下法務大臣 えー、お答えいたしますあの例えばです、ね、社会的養護を要する子どものうち、す、ま、で、あ、に相当長期間施設において養育を受けて、 でえーまあ、施設の職員や他の子どもとの間に、まあ、家族的なあ信頼関係がもうすでに形成されているとで、学校等を含め、その地域との関係も密になっているような子については、まあ、里親や両親の下での養育を開始するために、それまでの養育環境から引き離すことが、まあ、必ずしも適切でない場合があるんだろうと、まあ、そういった場合には、あこの、まあ、家庭において、えーまあ、養育することが適切でない場合にも当たろうというふうに 石井子君分かりました、そしたらです、ね、今度は子どもが虐,虐待をされていた場合において、ですね子どもの方が親を変えたいと思った場合、現法律上では、どのような手段がありますか、ないですか小野瀬民事局長。 お答えいたします、まあ、まずその、まあ、この法律上の親を変えるという意味ではそのまあ特別養子縁組ということが一つ考えられるわけでございますが、まあ、現行法ではこの特別養子縁組は養子となるものの請求によって成立させることができるものでございまして、まあ、子ども自身が特別養子縁組の成立の申し立てをすることはできないわけでございます、まあ、ただその虐待されているまあ親のいわばその看護から逃れると、まあ、こういう意味でそのまあ、まあ、親を変えるといいますか、まあ、そういう方策があるかという ということになりますとこれはあの子どもの方うはあ虐待されている場合には家庭裁判所に親権の喪失 また、あの停止の審判を申し立てることができまして、まあ、その請求が、を認める審判がされて。まあ、親権を行使する者がなくなった場合には、まあ、未成年後見人が選任されるということになりますので。まあ、こういった手段によりますと、まあ、虐待をしている親の看護家から逃れることはできるわけでございます。また、さらに、虐待を受けている場合には、あ、まあ、子供の方は、学校の先生ですとか。まあ、地域の住民に助けを求めるということが考えられるわけでございますが。児童虐待防止法におきまして、児童虐待を受けたと思う。 生まれる児童を発見したものは、まあ、速やかに児童相談所等のしかるべき機関に通報しなければならないことと,こと,とされております。ま従、あ、いまして、まあ、これによってまあ、児童相談所等による保護を受けて、えー、虐待を受けている状態から脱するということもできるふうに考えられます。またご指摘のような事案では、まあ、このような手段により子どもが児童相談所等に保護された後に児童相談所の斡旋によって、えー、養子縁組がされて新たな家庭で養育されるようになることも考えられるところでございます。 石井君やっぱりあの子どもの方から助けてくれというように言い出していって、それを誰かがすくい上げない限りあり助けてもらえない、よくあの父親が外に出ていってる時に、学校に行けと、母親が学校に行って先生に助けてくれと言えと、そ,そ,の,その方法を選ばせようとするんだけれども、なかなかこの母と子どもが怖くてそれができないというような。 まあ、いろいろなところでそういう話も聞くんですけれども、子どもがイニシアティブを持って親を変えるということは、妥当ではないというのが、この養子制度の背景にあるのではないかと、いや、ここがすごく引っかかっているところなんですが、うん、想定温かい家庭であるものを選んでいるのだから、そこでちゃんとこれから幸せになれるのだと。これをその 子どもがイニ,シイニシアティブを取って、親を変えることと一緒ではないと思うんですけれども、この子どもがイニシアティブを持って親を変えるというのは妥当でないというのが、えー、養子制度の背景にある考え方なのかどうか、これは法務大臣にお伺いいたします。山下法務大臣。 えーまあ、あの子どもがイニシアティブを持ってとっていうのは、まああの、多義的な意味がございますけれども、仮に、まあ、これ、親を変えるということがですね、えーまあ、これはあの法律上の親子関係を終了させるということにもありまして、えー、それを子どもの意思のみに基づいて、えー、行うということであれば、まあ、これはあの法律上の効果としては非常に重大であって、えー、その判断を、まあ、判断能力が必ずしも十分でなく、精神的にも成熟していない子ども、えー、の意思のみに基づいて づいいて、まあ、そういった重大な法律関係、法律効果をもたらすということは、逆にこの利益の観点から適切ないのではないかと考えられます、まあ、他方で,です、ね、まあ、これが、まあ、子どもの意思も尊重しつつということなのであれば、例えば今回の改正後は、児童相談所長が子どもの意思を確認した上で、特別養子適格の確認の申し立てをするということが可能になるということで、あるということで、この場 の場合には児童相談所等は適切な要審候補者を探すという手続きに乗ることになります、まあ、そういったことから、も、ま、と、あ、より子どもの意思というのは当然尊重され、確認されるわけでございますけれども、あのまあ、その子どもの意思のみによって、えーまあ、親子関係、法律上の親子関係を終了させるというところは、なかなか我々も、えー、慎重に考えなければならないということで考えているところでございます。石美津子君 そこなんですよねあの諸外国はなんでその子どもの同意なんていうのをアメリカなんか書面で求めてるんですけれどもどうしてそんなことをしているんだろうかとなぜ日本はしないんだろうかというでこれはやっぱり今、大臣がおっしゃったように15歳未満は、まあ、12歳でも13歳でもいいんですがここでいいかということを子どもの同意で決めてしまうとそこでは法律は担保されたことになりませんですよね。 考え方として、子どもの意見で変わってしまうので、親に対してその法律を担保してこう、完全にその特別養子縁組として成立できますからということがで,できなくなってしまうので、子どもの同意というのは、えー、そ,その子のその子の判断でコロコロ変わるようなことにはしないようにしていると。となりますと、養子となる者が15歳に達しているときは、そのものの同意が必要ですというふうに書かれていますが、 審判において同意が真意に基づくということを、どのようにして確認するのでしょうか、法務省の方、お答えください小野瀬民事局長。 お答えいたします今、委員ご指摘のとおり、この法律案では、その改正後の民法817条をの第3項でございますが、この15歳に達しているものについては、そのものの同意がなければ、縁組を成立させることができないとしておりますで。この同意が真意に基づくものであることにつきましては、基本的に裁判官が特別養子縁組の成立の審判の手続きの期日において確認するか、あるいは家庭裁判所調査官が、 調査の手続きを通じて確認することとなるものと考えられますでこの点につきまして、特別養子縁組が成立した場合には、実績指関係の終了という重大な効果が生じることからいたしますと、家庭裁判所は、15歳に達した養子となる者が、特別養子縁組の成立について同意をしている場合には、その同意が普通養子縁組との違いや、親徳関係の終了といった特別養子縁組の法的効果を、 的確に理解した上でされていることを確認する必要があるものと考えられますまあ、そのためまあ、事案ごとの判断にはなりますけれども家庭裁判所は同意の有無を確認する過程で普通養子縁組との違いですとか親族関係の終了といった特別養子縁組の法的効果を説明することになるものと考えられます石井光は君、い、これはあの、えー、やはり親がですね 裁判官や調査官の,その今の真意の判断に基づいてどう思うかであって、子どもがイニシアティブというのは多岐にわたるとおっしゃいましたけれども、やっぱり子どもがどう思うかということについては、陳情を聞くとか、意見を十分に尊重するとかということであって、子どもの権利はそこには関与してないということになるんですが、実親の同意というのがありまして、その同意の撤回がですね2週間、 に制限されています。この根拠はあのまあ根拠といいますか理由は何でしょうか。山下務大臣。 ご指摘のとおり、特別養子縁組の成立には原則として、実親の同意が必要でございまして、まあ、あの現行法ではです、ね、実親は一旦同意をしても、特別養子縁組の成立の審判が確定するまで撤回することができるものと返されておりまして、このような現行法の下での取り扱いについては、養子となるべき者が、実親による同意がいつ撤回されるかわからないまま、養子となるべき者の知見養育をしなければならないという問題があるということが指摘されていると。 そこで、本法律案では、えーまあ、まず第一に、同意の時期に特段の期限を設けず、実親は熟慮を重ねた上で、同意をするか否かの決断をすることを可能とした上で、まずあの十分な熟慮をしていただいた上で、そして第2、 撤回が制限される同意というのは、実親が裁判所の審問記述においてした同意か、または家庭裁判所の調査官の調査を経て、書面でした同意に限定するという限定的な手続きによることをした上で、 まあ同意を、そのような手続きによってした同意については、同意した日から2週間が経過した後は、撤回することができないこととしたものであります。まあ、この2週間という期間というのは、火事事件手続きにおける不服申し立ての期間等を考慮して定めたものでございますが、先ほど申し上げたように、この同意までの期間を設けておらず、熟慮の期間が確保されるということと、あと、あああ同意については厳格な手続きによる、 ということをしているところから、まあ、あの2週間ということで、えーまあ、あのそれを前提に2週間にしているというところでございます石井光子君。いやあの、もうちょっとこの、えー、根拠がはっきりしているのかなと思ったんですけれども、実親というのがこう精神的に不安定だったような場合、まあ、動揺しているような場合、2週間に制限するというのが、 あの期間が短いように思うんですが、なぜ2週間なんだろと期間短くないでしょうか、これはどうですか。山下法務大臣 えーまあ、あの先ほどお申し上げたように、実親には、まあ、同意する前に熟慮をする機会がございます、そしてまたその同意の手続きというのは厳格な、あ例えば、裁判所の審問期日においてした同意か、家庭裁判所の調査官の調査を経て、書面でした同意に限定されるということで、まあ、そういった同意の過程においてです、ねえー、これがあ真意に基づくものか、あるいはその精神的に不安定なものではな,ないものかどうかということも、えーまあ 検討されあの当然、えー、考慮されれ当然考考慮るものと考えております、まあ、そうしたことからすれば、まあ、こういった厳格な要件を満たす同意に限って、2週間の経過をもって撤回を制限することには合理性があるものと考えておりまして、えー、期間が短すぎるということはないのではないかと考えております石井美須子君。 あの、なんか、もうちょっと、こう、心理学的にどうだとか、医療的にこの治療をする場合はどうだとかということを、なんかこう、エビデンスに基づいたお答えがあるのかなと思ったんですけれども、この点につきましてもお答えがないのと、それから子供がそこで、その間子供はどうしているのかというようなことの、なぜ2週間かと、この辺もよくわからないんですね。父母に虐待があった場合です。次の質問に移りますけれども、父母の虐待があった場合、 えー、特別養子縁組の成立に、えー、父母の同意は不要となると書いてありますが、えー、虐待があったかどうかというのは、どのように判断しているのか現状で、最高裁の方にお答えいただきます手島家庭局長。 お答え申し上げます、家庭裁判所におきまして、実父母による同意を不要とする前提としまして、養子となる子に対する実父母による虐待があったかどうかを認定するにあたっては、養子となる子やその実父母から丁寧に事情を聴取しますほか、えー、児童相談所、病院、警察等の関係機関からも客観的な資料を取り寄せるなどいたしまして、多角的な観点から慎重に判断しているものと承知しております。石井光子君。 第一義が虐待にあっている子供を救うということであれば、このように、えー、実能や養子になるもの、今のお答えでしたね、えっ、ー、と、児童相談所からを、こういろいろ事情を聞いて、総合して、総合的に判断していらっしゃるというふうにあの理解しましたけれども、こういうふうに一つ一つ丁寧にやっていけばいいのではないかと思うんです。その意味におきまして、虐待がなかったのに、あったと判定された場合、 親の、実の親のですね、同意なしに特別養子縁組がされ、親子関係が終了してしまう事態もあると、そう考えることができると思うんですが、その場合、先ほど実親というのは非常に精神的に不安定だと私申しましたけれども、そういったこともあると思うんですが、なかったのにあったと判定されたような場合、 その場合の実の親の救済方法というのはございますか。小野瀬民事局長、えー、お答えいたします、まあ。委員ご指摘のとおり、その家庭裁判所は、実審による虐待があるとの認定をした場合には、あその実審の同意がなくとも、特別養子縁組を成立させることができるわけでございます。た、まあ、ただそそのののの手続きの制度でいししましてその実診の同意なく 特別養子縁組を成立させるには、裁判官が審問の期日において、当該実身から直接真実を聞かなければならないとされております。ですから、まあ、制度上、実身に意見を述べる機会が保障されているわけでございます。<coughs> まあ、家庭裁判所はこのように、実身の意見を聞いた上で、まあ、先ほど最高裁判所の方から答弁がございましたとおり、まあ、証拠を適切に評価して、虐待の有無について、事実認定をしているものと承知しております。えー、まあその方 またその特別養子縁組成立の審判の確定後に、えー、まあ例えばその偽造の証拠等によって不当な事実認定がされたというような場合、すなわちまあ民事訴訟法に規定するような再審自由と、まあ、こういうものがある場合には、あこの審判に不服を申し立てる方法としては、再審という手続きはございます。石井光子君。 養子縁組の制度というのは、いいとこもありますけれども、非常に慎重に考えなきゃいけないのは、やはり実の親との縁を切断されてしまう、これ、兄弟がいたら兄弟とも会えなくなる、祖父母がいたら祖父母とも会えなくなるということ、そしてそれを子どもが知らないというような状態であるという、一人の人間に対してそういう環境を、片方では法律的な担保を 確保しなきゃならないという理由がありますが、片方では間違いということがあったときに、非常に大きな精神的に負担になるわけなんです、でこういったことをです、ね、もう少しきめ細かに考えていかなければいけないのではないかという意味で、まあ、あの政党としては反対という立場を立っているわけですけれども。 私どもはですね、決してその施設の子どもたちを虐待から救うことに反対しているわけでもございませんし、それから虐待を受けている子どもたちを救える範囲を広げる法案に反対しているわけでもないのです、ただ、この縁を絶縁するということが及ぼす社会的な影響ということについて、もう少しあの議論を重ねて、例えば日本の。えー 単独親権というものも考えていってからではいけなかったのかなというところで、まあ、反対の立場を取ったということなんですけれどもあの、まだ2分ぐらいありますけれども、ちょうど時間がいいので、ここで終わらせていただきます。ありがとうございました